Space Monkeys TV。 はい、Welcome to Space Monkeys TV へようこそ。さあ、今回来たる2018年8月12日に開催されますバキバキバッスリー大会、こちらの方に参加することになりました。相模湖って本当苦手意識があったんですけど、大会に出るからにはね、いい成績を残したい、これで進んでいくであろう本格的なバッスリー仕掛け、リグ、ルアー選びの動画になると思います。皆さん最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。まずはね、表層の虫の反応がかなり良かったんで、絶対的に持っていきたいのが青き虫ミッド T 並木印の1ゼロ服。これの本当にベースな使い方、口にこれを刺して、で、こんな感じです。普通にこのピンスピニングね、バーって閉じて、まあ深ければ深いほどいいんですけど、本当にバスが食うタイミングに合わせないと食わない。あそこにバスがいる、見えた、バーンってやっても多分まあハイプレッシャーというか、バスたちの知能が高すぎてルアーが来た瞬間大概無視するか逃げる。そのバスをどうやって騙すかっていうところで、多分超鎮重法っていうのがやっぱりキーになっていく。わざと木にかけて高い位置から垂らして一点でシェイクして誘う、このやり方をやっぱり選択すると、針が出ているプラグ系のルアーではちょっと難しいってところで、投げやすく狙いやすく、そして飛ぶで根掛かりしないってところで、青木虫ミットは外せないルアーになりそうですね。で、青木虫ミットをスピニングで使っていくんですけど、反応が悪いってなると、やっぱちょっと落としてさらに深いところ、水の中に隠れているストラクチャー、例えば立ち木、倒れているレイダウン、木とか石とか、そういうとこにいるルアーバスをルアーで誘いたい。まず第一選択肢はストレートワーム HP3D ワッキー OSP、この2色展開でいこうかなと思います。それともう1個なんだけど、メガバスのトーナメントクローラー、トーナメントクローラーなんですが、ちょっと今日ね、これちょっとね、ほんとシークレットカスタマイズ、結構ね、動画にも実はしてなくて、カメラの回ってないところでプライベート調光なんかで結構やるんですけど、こういったね、右でしたね、トーナメントクローラーのこの頭のちょうどリブがでかい部分、これをね、結構俺取っといたんですよ。実はこれを接着剤でつなげることによって、これまたね、バッチリ釣れるルアーにね変身するんですよ。ちょっとやってみたいと思います。はい、できました。トーナメントクローラーの頭のでかい部分を真ん中のこのフックのつくところで結合させたこのワーム、これ結構ね、再利用で俺結構作ってね遊んでるんですけど、これ割と釣れるんすよ。これを使っていきたいと思います。次はこちら、ベイトフィネスタックルですね。メガバスおろし返した F368K に SV ライト、これは主に何をするかって言ったら、これら、グリフォンシリーズですね。グリフォンベイトフィネスの MR を主体に SR と、あと実際にね、帰り際流しながら釣ってたら、このグリフォンゼロ、表層の強い膜、波動が結構効いてやっぱ釣れたっていうのもあって、巻物はもうこれだけでいこうかなと思います。で、もう一本のタックルがこれ、メガバスオロチカイザー F668K のカバーハッキングに ATW、まあカバー打ちなんだけど、やっぱり俺と言ったらこれだよね、TK ツイスター、今日買ってきたばっかりの。多分オーバーハングをこれで一個ずつ丁寧にやってったとしても、多分やりきれないところがあるんで、ここぞとばかりの水が綺麗で、ある程度シャローエリア浅瀬で、で下から木が生えててカバーになってるところの奥にこれをバックスライドとか、まあ普通のセッティングで落としていこうかなと。ライトテキサスとかだとやっぱちょっとスピード速いかなってイメージもあるんで、高比重ワームの TK ツイスター、僕の好きな 4.5 インチ、これをねバンバン入れてこうかなってな感じでやってこうかなと思います。で、ちょっとまだ動画ではひた隠しにしたいリールがありますので、これを使ってまあシークレット的な、ものにしとこうかなと思います。こんな感じかな。手堅い釣りになると思うし、かなり厳しいね、戦いが強いられるんじゃないかと思いますので、目標はまずね、上位入賞を狙うために一本取っていきたいと思います。皆さんも相模湖の経験がもしあってヒントをくれるのであれば、コメントから待っております。ということで、以上スペースモンキーズ TV でした。バイバイ。